あーどうもお疲れ様です。 P ネーム正しく歩くことが愉快じゃないのは奴らが仕掛けた。いつもの決まったヘジルの性質を改め上の目から見れば火遊びみたいな危険なヘジルさです。なんだよ長いよ長いよ。先日のポッドキャストで話題になってましたミョウガですが、うん、うちの庭にあるミョウガ岳から生えましたので画像とともに報告します、うん、僕はこのミョウガを味噌につけて漬物にし、うん、酒のつまみにします。おうまそうじゃん。コウトロさんにもお試しあれです、うん、まだまだ暑い日が続きますがお体大事にしてください。ベッドイットピー来たミョウガ。このミョウガの写真に送られてくるポッドキャストうちぐらいだと思うよ。こんなにいいな。ほんと早いんだね。え本当に早いんだね。だ雑草なんだっつってんだよ。北関東じゃ雑草なんだよ。いいねこんなうまいもん生えてきて。もうこれがもう死ぬほどあるよ。こうやって味噌につけてんだ。そうなんだよね。おばあちゃんがやってた。あそう、うん、でも普通にモロキューみたいに味噌につけて食ってもいいんでしょ。あもちろんそうだよ。もちろんそうだよ。でもねこれ考えてみてよ、うん、そさっきまで道端にねこうやってニョキって出てたの食べたくなる。俺は見てないからね、うん、絶対食べたくなんないから。なるほどね、うん、それつけるんだ一回。じゃあ、まあ、おばあちゃんとかはさ、うん、それ気にしないで食べるじゃん、うん、だからつけ、うん、俺はだから一生食べない。つけてもシャキシャキしてんの。してるよ。あそうだね。じゃあいいね。ほんとミョウガ好きなんだね。好きだよカツオのサイなんてミョウガのとこあさってから食ってんだ。マジで珍しい。初めて会ったミョウガ好きな人。今年はそうめんにどんだけぶち込んだか分かんないよ。マジか。セブンイレブンでたまにそうめん買うんだけど、うん、気持ちだけ入ってるのねミョウガが。ああほんの気持ち、ね、あれ見るとミョウガって高いのかなと思っちゃうんだよ。そうかそうかそうか。とても雑草とは思えない。雑草だよミョウガなんかさ、うん、本当に。そっか。もううちのエリアで本当ミョウガとか買ってるやついないから。なるほど。本当嘘じゃないよ、小樽くん。そう、うん、売ってるのネギだけだからね。お疲れ様です。どうも。 P ネーム、泉の P と申しますと、今回は牛丼における紅生姜について書かせていただきます。ズバリお二人は牛丼を食べる際、紅生姜はどうしていますか。うん、私は紅生姜丼かと思われるくらいにしますと。50オーバーで生姜から牛丼を食べているものからするとこれが普通と思っています。最近は通常の主流みたいですが、私はつゆ抜き、カウンターのガラス戸を自分で開け、お進行セリフで取るスタイルが懐かしいです。まだまだ暑いですから、お体にご自愛くださいと。え、紅生姜は死ぬほど、うん、トングで3回だってね。お焼香じゃねえんだからね、小田君ね、3回って言うとお焼香っぽいよね、なんかね。お進行セリフで取るスタイルが懐かしいですって言ってるっていうのは、うん、かなり若いね。だって、それか牛丼デビュー遅いよ。だってあんなのさ、うん、昔はおしんこっつったんだから。それ途中から、うん、90年代かな、80年代の終わりぐらいかな、うん、突然カウンターに冷蔵庫ができたんだよ。ああ、できたよね。それ取ったんだから。うん、取った取った取った。もっと前だろ。いや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 、勝手に取ったよね。うん、最初はね、小田君はね、おしんこっつってもらってたの。もらってた。それの時代は分かんねえな。80年代じゃない。いや、80年代じゃないかな。そうなんだ、うん、じゃなかったのね、あの冷蔵庫みたいな。とにかく俺は、うん、あれが出てきた時に邪道と思ったの。ああのだから今となっては僕も懐かしいじゃない、うん、懐かしいけど出てきた時は邪道だなと思ったの。あのセルフで撮る感じが、うんうん、でもこの間クハラとあれ懐かしいよねって話をしたばっか今は完全にないんだ。今はもうまたオーダーに戻った。またオーダーに戻っちゃったんだ、うん、そっか。そう、店舗であれがあるとかってのもないんだね。じゃあまあだから導入されたタイミングがずれてくるだろうけどね、店によって。でもこれ、あれ好きだったよ、結構俺。俺やな。あの、セルフで撮る感じ。嫌だったね。あ、そう。今は懐かしいよ。うん。ただもう、あのセルフっていうのがね、嫌なんだよ。え、なんで？なんか嫌だったね。で、今さ、この人、まあ、梅雨だけが主流だけど、梅雨抜きって言ってんじゃない？うんうんうん。まあ、ここは評価できるね。これ評価できるよ、うん、俺も釣りだけにしたことない。牛丼好きなだけあるね、これはね。あのご飯がこうだからベチャベチャしちゃうのすげえ嫌なんだよ、うん、俺牛皿で食べるのが一番好きだったの。白米と牛皿で、うん、あの昔はさ、卵頼むとさ、うん、店員がね、体を取ってくれたんだよ。あ、そうなの。で体を取って床にビシッと投げて出してくれたの。あったかも、うん、なんかやってくれたんですよ、今ね。シュッてやってね。今体ついてくんじゃん、うん、
あれまず自分で取るところから始めるの、今の牛丼は俺。なるほど。吉野家は割ってくる。割ってくれる。すき家は自分で割るかな。あ、そうか。そう、まあ、俺生姜はね、うん、この人が3トングで3回そう3回俺トングで 0.5 回だな。1個の半分ぐらいがベスト。まあそんなもんかね。まあでもそんなもんだよね。でもなんかすごい好きな人いるよね。途中でまた3つかみぐらい追加する人もいるもんね。そうなんだ、ね、そんなに入れないな。いやさ、本当に昔話になっちゃうけどさ、うん、昔の吉野家モサが結構いてさ、波一つとライス頼んでる人がいたんだよ、うん、はい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 、はい、ライスの方に紅生姜丼にして、あ、波の肉を食いながら、もう波の肉を半、ね、半分で、お金かないから、そうそうそう、俺卵丼にしてたよ。ああそう、まあでもそうなっちゃうよね、お金ないとね。そういう人いたよね。今ちょっと許されないだろうね。無理だろうね。そっか、ずいぶん肉少ないね、それ少ないね。やったらでも、あの徳森が登場してから波の肉減ったよ、絶対。ああそう、逆に、うん、これ俺の体感だけどね。うん、でもありえるよね。そうか、まあ最も盛る人で変わってくるけどね。あ、そうだよね、だって人が持ってんだもんね、うん、それ変わるわ、うんうん、昔はだから吉野家はさ、うん、その何盛り付け選手権とか社内でやってたとかいうアピールをすごいしてたじゃない。ああ、なるほど。最近そういう声も聞けないからね。なるほどね、うん、そうなんだ。なんか一つでその牛丼もなんか俺たちが食べてた70年代80年代とかとまた違う、なんかいや、もう違うよね、もう違う食べ物になっちゃったな、うん、なったね。牛丼屋がそうなったよね、うん、だって何回も言うけど、うん、波っつったら牛ですかって聞かれたの。そうだよね、あ、寂しいよ。そう、確かにそうだよね。いろんなメニューがあるからしょうがないんだけどね。だから行かなくなっちゃったもん俺は、うんうん、なんか牛丼食いたくなってきちゃったから、これそれでさ、あの吉野家さ、初期はさ、うん、使い回しの箸がさ、置いてあったじゃん、テーブル。あった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 、あの割り箸じゃないって割り箸じゃない、うん、あれ黒いやつ、黒いやつ黒いじゃない、あの紅色の、はいはい、紅色だっけ、うん、あったあったあった、細いやつがあった、いっぱい立ててあったよね、いっぱいあった、うん、それで食うじゃん、うん、本当は割り箸の方がいいはずなんだけど、うん、吉野家はなぜかそれが良かったね。ああそうだっけ、で途中で一回ほら割り箸になっちゃう、割り箸になるんだっけ。そうで、また今ほら、今最近はほらね、うん、リサイクルのあの箸、はい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 、そうなんだ、うん、あの細い箸で食うのがうまかったんだ。あった、いっぱい立ててあってね。そう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 、うん、懐かしいな。まあ変わってくるんですよ、だって今女性が一人で食べてんだもん牛丼。昔はありえなかったよね、デートで吉野家に連れてったらそいつの人生終わったってやつなんだよ。まあ昔はね、ありえないよね、うん、本当に今もう普通だもんね。不全然普通だよ。バイトの女性もすごく多いじゃないか。いや多いね、昔はね、おっさんだもんね。そう、ありえなかったからね、女性が働いてた。女性が働いてなかった、まあ、そんなのがどんなことかを知りたかったらですね、まあ、スローなドギにしてくれという映画をご覧になると。あったね、フロアヤマサトが店長でやってますので。僕の吉野家はあれですね。なるほど、あれ何年の映画、80年か81だとしたら80年に撮ってるから。なるほど、懐かしいね。あれが俺のやっぱね、愛した吉野家、黄色い吉野家だよ。おー、看板黄色かったじゃん。黄色かった。あの色がどんどん変わったよね。もうオレンジになっちゃったでしょ。オレンジになって、いや、オレンジも色濃くなってる。そうそうそう、黄色なんだよね。で、今早い安いうまいないからね、あの言ってるけど、うん、あの安いうまいはまあまあいいや、全然早くないね、出てくるの遅い。これだから店長の写真とか飾ってない。ないんです。昔はね、あの家みたいな、毛沢東みたいなのあったでしょ。毛沢東みたいなね、店の前で、ね、私が店長ですみたいな感じでさ。ないんだよ、あれ。よかったよね、あれ。好きだったよ、あれ。よかったよ、責任持ってやってますみたいな感じだね。そうそうそう、あれよかったんだよね、うん。ピロリ菌検査、はい、こんにちは、いつも楽しみに聞いております。どうも、話題によく出るピロリ菌検査ですが、うん、何これ、呼吸検査、息でやるっつってたもん。呼吸検査なら非常に簡単ですと、うん、錠剤を飲んで息を袋の中に入れるだけ、うん、いろいろなピロリ菌検査の中でも、うん、とても性能が高いそうです、うん、私もかなり前に やりましたが、うん、これでいいのというくらい楽でした。あ、そうなんだ。ちなみに私もお二人と同年代で、家の前には今思うととても綺麗とは思えない、うん、
井戸があり、毎日その井戸水を飲んだり、やっぱ井戸水か、母は井戸水で勝利していたため、うん、100% 自分はピロリ君と共存しているものと思っていました。なるほど。しかし幸いにも不思議とピロリ君はいませんでした。いない、井戸水を長期に飲んでいたからといって、うん、必ず感染しているとも言えないですね。なるほどね、うん、まあ、ぜひお二人も早めに検査を受けることを勧めると。なるほど。まあ、ピロリさんですね。小太郎君のピロリ情報は全部クロちゃんの受け売りって分かったからさ、これ。そうね。いや、でも黒だけじゃないのよ。俺かなりもう俺の周りピロリ系多いから。あ、マジか。うん。ピロリだらけ。ピロリだらけなんだ。あ、そうなの。ここに来てね。ここに来てね。うん、みんな検査し始めたってことだね。あ、そうだもんね。だって小太郎君だってさ、60までにさ、100% 発注、何、発病するとかだから。発病するって聞いたらさ、うん、そりゃ やらなきゃいけないんじゃない。そうだよね、うん、俺もやんないと。やるか俺も、うん、俺やっとこう。こと言ったらそんな錠剤薬飲んでね、うん、あれでしょ、酔っ払い運転の検査みたいな昔のふーってやるでしょ。昔の人間なんでそれで分かっ、それで今すぐやっても信用できなそうなんだよね。でもこうだらけでも昔のさ、酔っ払い運転のあれさ、必ず風船膨らまして って言われたじゃん。俺は風船はなかったね。あ、もうなかった。ふーってしろって言うんだけど、またそこで若ぶる。だってそうだったじゃん、昔浅田さんも。はぁってやったよね、うん、あれ息吸ってたよね、って言いながら、ね、それは技術だから。技術ってさ。でもうちの親父とかは風船膨らましてたよ。あ、そう、うん、風船じゃ隠せないね。そうなんだ。もっとって言ってたもん、ちょっと小さい風船もらそうと思ったら、もっと風船はじゃあ隠せないね、絶対。風船膨らまして、それなんかにくっつけてさ、ピューッてさ、やだな。もう酔っ払ってたら風船膨らますのつらいね。つらいね。でもすげえ膨らまなかったもん。それでも風船って最初硬いじゃん、1回目は。硬いよ。で、このさ、うん、ほっぺたの後ろが痛くなるじゃん。痛くなる。うん、親父みたいな。ハムスターが餌隠すのね。そうそうそう。あんなのいじいてやってたらもう時間なくなっちゃうよね。風船じゃ。風船か。そうだよ。風船だもん、昔は。その風船も柔らかくなってんのかな、昔より。てかもう今はみんな機械なんじゃないの、マシンなんじゃないの、ハーってやつ。 あれ全部分かっちゃうんじゃないの、ハーって。あ、そうだよね。うん、孝太郎君さ、時々さ、うん、本当に検問やっててさ、うん、マシンもなくてさ、匂、うん、いかけついてるよ。いるよ、うん、あれやだろうね。まあやだろうね、警察官。でも多分酒が本当に臭かったら、うん、そんなに真剣にやんなくても匂うんだよ。ああ、そうか、近づいただけだよね。酒癖とよく言ったもんだよね。本当本当。俺を調べの状態でさ、うん、山手線に夜乗ると酒癖と思うの。ああ、そっか。同じ現象が多分ね、車の窓開けた瞬間に起きるんだと思うんだよ。もうあれでね、うん、瞬間にね、うん、あれ一日母やってんの、あれ嫌な仕事だよなと思ったの。で、人の息なんかさ、嗅ぎたくないじゃん、こうだから。嗅ぎたくないしね。ニンニク臭かったら多分ない。本当だよ、何の匂いするか分かんないよ。そうね。A ちゃんのライブもね、今厳しいもんね。あ、厳しい厳しい。アルコール入水するとね。やったもんね、去年。そうよ、そうそう、この場所する。うん。今度ピロリ菌やってくれるようにね。あれの分かるようにね。分かるように。サービスでさ、なんか、ね、G のゲートはピロリ菌です。警察機とかね。俺たちやる、そろそろ。G ゲートはね、ピロリ菌。ピロリ菌できますよ、つってね。こちらピロリ菌できます。ピロリじゃない人は、あ、ちょっと急いでるからって言って、ダメですって。君はピロリ。うんね、チケットで錠剤付き。そう。錠剤付きチケットちょっと高くてね。いいね、ピロリ。終わった頃までに結果が分かるっすね。うん、ピロリゲートね。そう。ピロリゲート。いつも楽しく拝聴してますと。どうも。お二人の会話に時折出てくる車の話に興味がありめでしました。おお。私は40歳を少し過ぎた地方在住の女。女、うん、数年前体調崩し、18年住み慣れた東京を離れ、はい、実家のある東北の片田舎へ戻ってきました。ふーん。車がないと生活できない地で2年ほどは家族の運転で生活してましたが、うん、40歳を機に車の免許を取る決心をし、うん、40歳だったんだ。遅いね。3ヶ月で免許取得。今では毎日通勤で往復50キロほど走っています。25キロってこと片道。そうですね。結構まあまあだね、うん、1年前までは車のフロントガラスのウォッシャー液の出し方も知らなかったんですが、うん、この夏に突然オイルランプとバッテリーランプが同時に点灯しました。あら、国道のど真ん中で車が停止するという事態を経験し、うん、新しく車を買わなければならない状況になりました。うわ、
そこで次に乗る車は我これインターネットで見たんですが、うん、最近の車はピンとこずこれだと思ったのどれも旧車ばかりで、うん、最近は SNS で検索するのが昭和の名車、うん、特に心惹かれるのはホンダの S8 や、うん、S8 や S6 ね、うん、そしていつかマニュアル免許を取得して S6 に乗るのだと夢見てます。マニュアル免許じゃねえんだ。ないんだよ、ほぼね今行くとね、うん、オートマなの。ああそう、うん、特別メニューだよ。逆なのだから、ゴタ君昔と俺らマニュアルでやって最後に1日さ、うん、オートマ検証やったでしょ。今違うのよ、普通にオートマ乗っちゃって、うん、マニュアル乗りたいんですかって言われて、乗りたいよっつったらマニュアルをやんなきゃいけないの。じゃあマニュアルなんだそれ。だからマニュアルがないのよ、ほんと車種も今売ってる、うん、左足使わないんだよ本当に。だオートマしかないね今。クラッチをつなぐってことはないわけ。ないんですよ。だからもうほんと半クラとかないんですよ。しかしこの人さ、 S8 っつったらさ、俺がもうだって小学校の時の車だよ、ね、S800 と S600 S600 なんかもっと古いんだからさ、 それ買いたいって無謀だよね。高いだよ。高いよ、台数ないからさ、きっと今さ300万も400万もするよ。そうだよね、うん、いやーね、ホンダの名車です。我々も昔さ、あのバイクの旧車に散々写す抜かしたじゃないですか。抜かした抜かした。で言えることは新しいのがいいよね乗りやすいよね俺さ、あのいつもキックでさ、うん、セルの素晴らしさね、あの楽だよね、うん、エンジンでかくなるとキック足痛いもんね。痛い、120で十分痛かったよ。痛い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 。あ、250になると本当に痛いもんね、うん、だからね、悪いこと言わないからね、うん、フィットかなんかにしたらいいよね。そうだよ、ホンダ好きだったらね、うん、フィットでも N1 でもあるじゃんね。いや今のがいいよこういうことは悪いこと言わないね。乗り中の椅子もね、今度ケツが痛くなるよ。本当本当本当そうだよね、うん、エアコン入ってないよね。エアコンはあの頃はないよ。ないない、うん、いや古すぎるよ。タバコの火つけるあれしか入ってないから。ああしがらだ買っちゃってるとねあの電熱線みたいなやつね。そう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 、懐かしいねあれね。カセットもないんじゃない。カセット自力でつけるのかな。あ、じゃあ自力つける。外側、外付けだよね。そうだ、外付けだよ。外付け75年ぐらいの車からあるね、うんうん、8トラがあったね、その前ね。ガッチャッ、そうそうそう、ガッチャね。カセットのでっかいみたいなやつさ、うん、いや時代変わったな。ほんとフィットおすすめします、うん、いや好きだよ、俺だって乗りたいよ。あのね、フィットの中身でそういう外を作ってほしいね。そういうことね、うん、形は S6、うん、S8 で、うん、エンジン、足回りはフィットにしてほしい。椅子もフィットにしてほしい。椅子もねだってウォシュレットの時代だよ。まあそりゃそうだ。ほんと腰痛くなっちゃうからね、うん、でも旧車はね、魅力があるよね。かっこいいよ、それは人がかっこいいよ。大阪の帰りだってこうやってフェアリディ Z 欲しいなっつってたじゃない。出たよ、欲しいよ。そういうこと、そういうことだよ。そりゃ欲しいよ、うん、いやー、旧車いいな。当時は Z それほどピンときてなかったけど。俺もそうなんだよね。まあまあスーパーカー時代だからね、うん、国産車が、まあ、それほどね、うん、やっぱ海外のさ、やっぱね、そういうランボルギーニとかさ、そうそうそう、あれがもうほんと夢の夢みたいな世界だったね、うん、あの時代はね。でももうすでにトヨタ 2000GT とか高かったもんね。あ、高かった高かった、ね、うん、今いくらしてんの。2000万ぐらいしてんじゃない。いや、もっとすると思うね。もっとしてっかな。だってあれこそ玉がないんだよ。ないんだよ、玉がないの本当に、うん、あれはだって昔から高いし、うん、もう売ってなかったんだ俺が子供の頃。たまに俺ネットで見かけると写真保存してるもん。あ、そう、うん、で、あれだって古い車なんかどんどんなくなっていくわけだもんね。増えるってことはないんだからね。プラモデルもでも買うかななんでだよプラモデルなんか持っててしょうがない、誇りになるだけで。だってランボルギーニで言ったらイオタみたいなもんでしょ。まあそういうことないと思うよ。数台でしょ。するか、うん、数台ってことはないけどね、もっとあるけど。総生産台数337台。わー、すごいねー。新車価格が238万。当時ね、当時で230万っていつの話よ。67年みたい。67年で230万だってよ。2000万ぐらいか。そんなにする、するか、そうする、するよね。下すると1億超えるって。これそうでしょ。はあ、やっぱりね。だって3億円事件でさ、あの時の3億が今の100億円って言ったっけぐらいの価値なんだ。なんか言ってたかったの、当時の3億円が、うんうん、細かいことは分かんないけど、まあ手に入れても乗り回せないね。乗り回せないよ、怖くてとてもじゃないけどね。怖くて
それでもなんかあれらしいね、そのトヨタ 2000GT はさ、いろいろほら、なんていうの、手作りのところがあったりして、230万で売ってても元が取れなかったっぽいよ。あ、そう。うん、生産台数も少ないじゃない。あ、だからたくさん売れば儲かるじゃない。だからもうそういうトヨタのシンボリックカーとして作ったから。なるほどな。その採算度外視でシンボルなんですよ。なるほどなるほど、うん、だからそれで儲けようって気はなかったみたいな。昔俺らがロンズデルとコラボした T シャツ一緒ですね。まさにそうですよ。あれも儲かんないけど、そうロンズとやったってことでさ、フェルトでさ作ってさ、ね、やったじゃないオリジナル、うん、で2回目から儲けようと思ってプリントした瞬間に全く売れなくなったっていう。そうなんだよね。で大損こいたっていう、同じ現象ですよ。トヨタはそういうことしなかったってことですね。トヨタしなかったね。あれちっちゃいから8、ヨタ8、うん、ヨタ8あれは形は似てるけど全然安い。あれたまに見るよね。あれ見るね。800だもんね、800cc だもんね、ヨタ8っていうぐらいだからね。たまに見るよ時々ね、うん、まあ昔の車はいいわ何でも。それだってさ、向こうのフェラーリがなんだっていうのも昔の方が好きだよ。そうだよ、だ形が全然いいもんね。フェラーリもさ、ポルシェにしてもさ、ジャガーにしても、そうそう、なんだっていいやん、昔のロータスだって。そっか、ミニなんかあんなでっかくなっちゃってミニっつってんだから、育ちすぎだよあれ。まあ、食い物が違うからね。まあそうだけどさ。コマーシャルであれだよ、ミニ乗るなら生誕60周年の今ミニですとかって言ってあれやってるけど、あんなでかいのミニって呼べないよもう。そうだね、ちっちゃく作れっつの。こんばんは。更新分アーカイブランダムに、駅と家の片道徒歩25分、うん、息は活力源、帰りは疲労回復に拝聴しております。P 歴7年ミノと申します。先日必然というか偶然というか嬉しい出来事がありましたので報告します。うん、8月7日のエルトンの小遣いは1000万円で、うん、深谷の話の下りでリーダーのアドマチジェスタの俺の同級生の神さんに思わず、うん、その場でええと声を出してしまいました、うん、僕はお菓子業界で仕事しており、うん、その神さんはお得意様の和菓子屋さんの奥さんなんです。そうなんだ。深谷だしリーダーと年も同じくらいだし、うん、まさかこのご主人が同級生とは考えてもいませんでした。ひょんなことから事実を知ることになり、間接的ながらリーダーとつながった気がして興奮が収まりませんでした。なんその数日後、その和菓子屋さんにお邪魔することになりました、はあ。どのタイミングで加藤久志というワードを出そうか、本当は仲がそんなに良くなくて険悪なムードだったらどうしよう、などと仕事そっちのけで高崎線にいられながら、そのことばかり考えをしていました。なるほど。打ち合わせが一段落した頃、うん、ご主人にコレクターズのと切り出すと、うん、同級生以外から加藤久志というワードを発せられたことに驚いたご様子。間髪入れず不安であること、うん、きっかけとなった池24の話をすると、とても嬉しそうに聞いてくださり、うん、やはり自慢の同級生のこと、武道館や映画など最近の活躍ぶりを誇らしげに話してましたと、うん、帰り際、お店番をされていた奥様にもリーダーが話題にしていたことを伝えると、うん、照れながらも喜んでいらっしゃいました。店内にはお店に取材できた芸能人とご主人との集合写真やサインが所狭しと飾られています。そうなんだ。加藤さんのサインもあるわよと奥様の視線の先には、うん、飾りきれなくて平積みされたサイン色紙の束がありました。一番上には向井治、うん、リーダーのそれは向井治の下2枚目から出てきました。上にしときますねとつぶやきながら今年差しを一番上に置いた僕の姿を見て、奥さんは新しいお店になったら飾らなきゃねとおっしゃってました。現在の場所から少し移動して来年初めに新装開店されます。あ、そうなんだ。その際にはぜひ幸田さんと共に再訪していただけたら幸いです。なるほどね。その時必然か偶然か集合写真とサインをしてもらえたらなんて妄想してますと、うん、バスソロやステッカー欲しいです。なるほど。ツアー10月22日楽しみにしてます。うん、そうなんですよ。俺和菓子屋のね奥さんがね、なんかそんな話したよね。うん、うん、ちょっとなんか出ててね、うん、でもねあの奥さんはね知らないんだよね、うん、会ったことない。会ったことないんだよ。会ったことない。よく分かったねそれで。だってほら和菓子屋さんは同級生だからさ、その奥さんとなれば。和菓子屋さんはさ、うん、僕の勝手なイメージなんだけど、うん、あんまりその芸能人の色紙とか貼んない方がいいんじゃないかな。ああ和菓子屋さんはね、ラーメン屋じゃないんだからさ。確かにそういうのあるね。ちょっと和菓子屋さんは、ね、俺ちょっと引くな。うん、あんまりない方がいいね。ない方がなんかこうさ風情があってさ。分かる分かる分かる。小田君の言ってることよく分かる、うんうん、でも和菓子屋さんっていうのがいいよね。そう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 。ラーメン屋さんはね、ラーメン屋とかで全然バーンでいいんだからさ。そう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 。こんな番組取材されました、うん、ね。そう、うん、それであるね。なんか店舗が新しくなるみたいね。はい、コレクターズはブルーレイね、発売中です。はい、
そして現在ツアー中、今週末の土曜日は28日小倉ヒューズ、はい、初めてだね、初めて来ますね、久しぶりの小倉、うん、どんぐらい街が変わったのか気になりますがねえ、本当に久しぶりだよね、久しぶりだよ、全然やってないね、ライブなんて本当やってないよ、うん、一回小倉のさ、うん、まあ、一番最初はさ、なんだっけ、うん、イン&アウトだっけ、イン&アウトっていうさ、老舗のライブハウスでやったじゃん、80年代、90年ぐらいもやったね、やったね、でその後にさ、うん、駅前のさ、うん、なんかちょっとイベントスペースみたいなところでやったよね、小倉、記憶ないですね、本当、うん、一回やってる、でも2か所でやってるんだよ、そのイン&アウトと、黒崎じゃないの、黒崎じゃない、あ、そう、うん、すごいね、小倉がね、すごい活気があった頃、なんとなくその時のライブは覚えてないけど、うん、ライブの後に頭が痛くて、うん、バッファリン飲んだら覚えてるマジで、うん、なんか、なんだろう、一番最初に小倉がさ、仙台でやったのヤマハじゃない、ヤマハ、次やったのどこ、あのデパートの中みたいなところにあったとこ、そうそうそう、キャドホール、キャドホール、うん、ああいうイメージ、あ、そう、うん、で、小倉でやった、まず楽屋を思い出せないとダメなんだよ、あー、それ楽屋からこう連携させてから、あ、それは思い出せない、割と駅が地下のね、うん、駅ビル的な感じでね、そこでやったんだよ、一回だけで、それからやってない、そのね、うん、そのビルを出たところの絵は思い出してんだよ、あ、でもなんとなくでもそこでバッファリー飲んだんだよ俺、外で、あ、そうなんだそれ以来やってない、それが何年だ、大体90年代だよ、そうかな、まだあれだよ、ミネラルウォーターを、うん、買って飲むのが堤防が、うん、みんなあった頃だよ、それは何年、91、2年じゃねえの、その頃か、やっぱり、うん、でもとにかくそんな感じ、うん、それからやってない、小倉はやってないよね、やってない、うん、まあ、楽しみです、はい、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ロアスのサイトからダウンロード、はい、写真館アーカイブもあります、毎週水曜日更新、はい、P メールはブクロ24@gmail.com です、はい、お待ちしております、はい、それではまた来週。はい。Do that download. Do that download. 池袋交差点24時。